うございます。こんばんは。ございます。はい、こんばんもよろしくお願いします。おはようございます。さあ、恒例のボリューム調整のお時間でございます。はい、遅延が多分ですね、10秒から15秒もしくは20秒ぐらいあると思いますので、皆さんボリュームの方でっかいちっちゃいちょうどいい書いていただけると、番組の方がスタートできるかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ユニバ系の激ムズクイズ、激ムズ、これをですねちょっとやってみようかなと。ユニバ系に絞ってあるんだ。絞りました。いろいろあのメーカーをですね、いろんなところを織り交ぜてやろうかと思ったんですけれども、数が多すぎるっていうのと、あと本当に打ってない機種は絶対分かんないと思ったんで、まあ結果としてそうですよね、多分ね。だとしたら多少なりともその記憶に残っているであろうっていう機種をちょっとまとめてはおりますんで、はい、ガリさん自信あります？いやどうでしょうね、打ってる機種なら。なるほど。意外と打ってない機種多いからな、はいはいはい、45号機と5号機ですね。なるほど、3号機以下はないんですね。まずはシルエットクイズをいくつかご用意させていただきます。シルエット、シルエットクイズでございます。あ、これはわかるわ。え、俺まだ出てこない。これはすぐわかるわ。はい。あ、わかった。俺も大丈夫。俺がこれ分かんなかったらダメでしょ、広瀬くん ね、うん、ね。ダメなやつですね。ダメなやつだね。ダメですね。はい。うん、こと言うなら、私、唯一のノーマルタイプで満杯の機種ですね。ああ、そうだ。この間言ってましたよね。ああ、そう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 。羨ましい。僕は、このパチストライターになるきっかけになった台ですね。うん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 。はい。でも、お二人の思い入れのあるものとして、はい、今、答えの方が出ました。答えはグランシエルでございます。はい。これで一番かっこいいよな、こいつが。まだグランシエルが出てる。ピンポで。なーに？え、全然出てこないよ。多分あれかなっていうのは1個ある。はい。この図柄の機種を答えよう。これ2択だよ。この2個のうち、5号機です。5号機？あ、じゃあ分かったわ。あ、3択だった俺の中で。さあ、じゃあもうお二人ともお分かりということでよろしいでしょうか。いや、私ちょ、あそこまで自信ないですけど、8割ぐらいかな。え、そうなの。え、はい、この前のこれに書き加える感じで。あ、出た。そうですね。出ました。やっぱ手元にあるんで。やっぱり手元にあるん。ちまった、マジックがない。ちまった、岩井のクランキーありましたね。マジックはないです。僕も鉛筆なんで、ちょっと近づけますね。待ってね。はい、せーの。はい、デュエルドラゴン、わさびさんが A ならピンパンイプシロン。なるほど、補足もついてる。ガリさんはデュエルドラゴン。さあ、今答えの方を申し込んでおりますので、はい、コメントもですね、まあ、大体皆さん正解しております。ですよね。あ、プラスってやつくのか。そっかそっか。はい、ね、正解はデュエルドラゴンプラスでございました。よし、正解した。いいぞ。じゃあこの次がかなりレベルは高いです。はい。あ、そう。はい、今問題の方を仕込ませていただきました。この図柄の希少答えようということでございますので、間もなく図柄の方が皆さんの元に届くと思います。出たけど、もう問題は出てるよ俺。あ、問題出ましたか。はい、この図柄の希少答えよう。全然わかんない。難しいよこんなの。全然わかんないよこんなの。これだって、はい、絵が出たってわかんないかもしれないよ。ヒント言いますと、はい、4号機です。あ、4号機なの？分かった。いっぱいないですか？じゃあ考える。うん、いや、ね、いっぱいあるかもしれないもんね。一応もう一個ヒントがございまして、はい、50% 絵を乗っけた画像もご用意しております。おう、ね、うっすら7が、7が何色かとかは分かる感じですね。50% 色が出ます。色は2種類あっても形が同じとかもよくあるからな。じゃあ 50% 乗せたものを今ちょっと出しますんで。はい。これだって特徴ないですもんね、ガリさんね、あんまり。ですね。はい。今 50% 乗せたものを出しました。この右上の尖ったところが、はい、例えばちょっとこうね、羽みたいになってればとか、そういう特徴がね、ないから分かんないですよね。
うん、あ、このさすがにコメント欄でも皆さんもう全く分かんなくなってますね。勘で当たったら相当すげえけどな。あ、出た。ね、なんだこれ。え、色だけじゃねえかこれ。この線は関係ないもんな。多分これはそうですね。まあ、この線があるイコール4号機ですよ。色は、いやーむずい。色は、これはむずい。いや、だって赤なんてほとんどの台にあるじゃねえかよ。うん、しかも色って我々苦手ですからね。うん、そうそうそう。2人して弱識だから、うん。これが例えば緑とかだったらさ、あー緑だとあれかあれかとかってなるけど。でもなんかこのちょっと半透過の赤7ってなんか見覚えあるな。なんだっけ。わかった。じゃあ書くよ。はい。いやー、万枚出るんだけどな。じゃあお二人一斉にお答えの方をお出しください。どうぞ。万枚出るだよだろ。はい、せーの。あれあれ一緒だ。おお、一緒、すごい。まさかの一緒。お互いに、コンチ 4X でございますね。はい。では緑7って言った時に なんか無言だったからさ、あんまり自信ないんだよな。そういう推理か。いいとこ見てんな。うん、緑ならポンチっぽいなとは思った。あー、ここまで色ついたらわかるかも、はい、答えはコンチ 4X でございました。これ色ついてもわかんないっすよ。緑7っていうのがね、なかなか鋭いところをわさびさん来たなと思って。ねえ、来た。では俺もこんちだったら緑だしとかさ、緑とか青とかで来いよと思って、うんうん、そしたら限られるじゃん、ある程度。ちょっと、うわ、鋭いとこついてくんなっていう。ねえ、ほんとだよね。めちゃついちゃったね、たまたま。はい。バナナは全部ありますからね。さあ、このロゴは何の機種か答えよ。あ、そうか、ロゴか。いや、ロゴでございます。いくつかには絞られるんだけど、うん、どれだろう、どれだ。そうですね。さあ、コメントとかではそうなんですね。これはクランキーっていう声とかもいいけど、グランシェルっていう声もありますね。グランは違う。ガリンキーコンドルって書いてますけど、多分ね、これ二択なんですよね。俺全然わかんないもん。だからこの間も言ったけど、コンドルとか全然打ってないし。いや、でもね、多分これあの右のね、うん、ところが多分これまっすぐだから、うん、例えばクランキーコンテストとかではないわけですよ。なるほど。 T の形じゃないから多分これ N ですよね、うんうんうん、なるとこれかセレか。じゃあお二人の答えを出してください。よろしくお願いします。はい、僕はコンテストにしちゃいました。どうだ、おさびさんがクランキーコンテスト、ガリゾーさんがクランキーセレブレーションでございますか。はい、はい。さあ、じゃあ答えの方を出したいと思います。さあどうだ。正解が出てこない。ちょっと違った。出てこないぞ。あ、出てきた。コレクションか。コレクションでございました。あ、助かったな俺。 N まで合ってたのに。そう、ガリさんの最後のとこが垂直でだから N っていうのはすげえ推測だなと思って、うん、ねえ、確かにね。よう見とる、うん、いや悔しい。まあミスった。よかった。結構コメントとかでもあのクランキーってのは分かってたけど、みんなそクランキーの何かってのが分かんなかった方がいるみたいですね、うん、結構ね。はい。面白いなこれ。結構面白い。ただ黒く塗るだけで僕もこれ意外と分かんねえんだなと思って。いや分かんないよこんなの。クランキーだってことがギリギリだよね。面白い。なんだよもう。さあお手元にまもなく届くと思います。はい、これってこの機種名をお答えください。これは即答なんじゃないですか。うん、即答だね。でも一応なんか間違ってねえかなと思って、うん、一応なんか引っ掛け問題かなと思って、そう確認するけど、え、これ即答すぎんだろ。なんだよこれ。もういいよ飛ばして。これやんなくていいよこれ。え、これいや、さすがにやんなくていいよ。合金でわかるじゃん。すげえな、うん、そんなにすぐわかる。これはちょっと、はいはいはい、もういいよこれ。これ一瞬でコメント欄もみんな一瞬で埋まったな。4号機バーチェリーの上がリプレイベル赤7っていうのもさ、まあ赤って黒だけどね、うん、っていうのもさ、号機すら分かっちゃうしさ。そうですね。いやすごいな、うん、いや瞬殺でしたね。いや瞬殺だよこんなの。ちょっとは悩むかなと思ったんですけど、この番組を見てる人は多分半分は分かるよ。即答だよ多分。コメント欄も 90% 以上が全問全員正解してます、うん、そうだよ。ちょっとひどい。左リーズの、 あの上から3つ見ただけで分かりますよ。
マジか。ブランクがあるからね。うん、そうそうそう。すごすぎるわ。じゃあ、これはどうだ。なんでしょう。でもちょっと面白いです。なんか一瞬考える要素があって面白いですね。うん、3連V まであるからな。うん。これは意外と打ってないと分かんないんじゃないかなと思います、ね。ああ、そうか。うん。ああ、確かに。あ、もう分かった。すぐ分かった。嘘、はい、特等だよ。一応これ書くね。分かんない人もいるかもしれないが。そうですね。マジで、はい、特等だわ。はい。大丈夫だよな。うん、大丈夫だ。間違いないな。すごいな。まあ、多分大丈夫だと思うんだけどな。皆さんに考えてもらって、皆さんも分かる人は分かると思うんだけど。皆さんもですね、もうあの即答レベルで書いてます。だからさ、ここにいる人みんなもうやつらって呼ぶけどさ、やつらって言うけど、ここにいる人たちみんなやばくない？ちょっとダメだな。これ即答できるのは、まあ俺らだからね、そう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 、あれだけど、もう絶対だって若者は絶対分かんないし、この台。じゃあちょっとお二人一応答えの方を出していただいて。はい。せーの、じゃん。はい、わさびさん、バーベル。バーベル。ダリさん、バーベル。はい。はい、答えの方はこちらになっております。バベルで。ったからな。俺全然そんな打ってない。分かる、これ石板で分かるよ。はい、コメントも皆さんも出した瞬間に、バベルバベルっていうのがバーッと。だから本当おかしいよ。バベルを打ったことあるやつらしかいねえんだから。本当よ。本当、本当じじいしかいねえな、ここ。こんだけじじいホイホイになってる。じじいだけで盛り上がってるんだね。すごいね。本当に改めてすごいと思うわ。このバベルが即答できる他の生放送がありますか？ないよ、絶対ないよ。絶対ない。なんならライターもわかんないまであるからね。これね。ああ、わかったよ。これね、私打ってないんだ。早いな。はい、もう書いたよ。早くない？打ってないわ。ちょっとわさびさんの知識量がすごいんだけど。ちょっと待って、一応確認するよ。うん、大丈夫。マジで？うん。俺、これだけ見ても、結構わかんないやついるかなって。いや、わかんない。ひょっとして勘違いで間違える可能性はあるけど、多分大丈夫だと思う。はい。さあ、書きましたでしょうか。はい。書きました。じゃあ、答えの方よろしくお願いします。せーの、じゃん。ああ、プラズマアタックは違いますね。わさびさんがアウトロー。ガリさんがプラズマアタック。はい、いや結構コメント欄でもこれは正解の方と不正解の方がいらっしゃいますね。うん、導入近所になかったわっていう方もいらっしゃるんで。アウトロー。ああ、正解した。やるね。これ正解した人もいるんだね。いや、正解した人、ね、コメント欄にいらっしゃいますね。へ、アウトローか、アウトローかっていう方もいらっしゃったんで。よくわかるね、アウトローなんて。アウトローとか絶対わかんねえだろうと思ったんですけどね。銀七じゃなくて赤七だったからなおさらわかんないよね。はい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 。ああ、はい、わかったよ。え、なんでこんな簡単な問題出すの？え、ガリさんめっちゃ悩んでるよ。うん。え、悩むのこれ。うん。なんか俺引っかかってっかな。ガリさん大丈夫、すごい見てる。絶対自信ある。わさびさんはもう問題なし。うん、一択っすね。え、なんか引っかかってんのかな、俺。ものすごいガリさんが見てる。めっちゃ近いっすよ。こんぐらい、今こんぐらいになってますよ。ものすごいガリさん見てるけど。いや、私ほら、普段、あの、メガネしてるから、動画入ってないと見えないんですよね。すごいです。もうすでにコメント欄、はい、次行ってみようって書かれてますから、はい、もう本当に、あの、バベル答えられたらそうなるよね。一応書きました。まあね、はい。さあ、じゃあお二人のお答えお願いします。はい、はい、せーの、の、はい、あー大丈夫ですね。わさびさんがサンダー V2、 ガリゾーさんもサンダー V2、はい、さあ答えの方はこちらになっております。はい、まもなくですね、皆さんに。リップ V リップは V2 だけですよ、多分。そうか、うん、他のサンダーはリップ V リップはない。いや、この V の横に2って書いてなかったかなと思って。 V2、これよく見たら2って書いてあるのかな。あと、こんな告知ランプないっすよ、他。そっか。はい、お答えはサンダー V2 でございました。はい、コメント欄に出した瞬間に V2 が溢れ返りましたね。そうですね。あ、本当ですか。うん、ちょっとだから、あの、
バベルを余裕で答えられる人たちだっていうのは僕の方が甘く見てたっていうのありますね。そうですね。お、これ何個か。ああ、確かに難しいねこれは。うん。この機種を答えよ。いやーこれ引っ掛けかもしんねえもん、うん、もうこれが誰だかわかるわけですよ、うん、そうですよね。ただただですよ、ほんとそれ。なんでここだけ切り取ったんだよこれ。わかんないようにするためですよ。え、なんだろう。もう結構これはコメントでもこれはわからんなっていうコメントを今頂戴しましたね。さあこれ特別パネルとかですか。すごいとこガリさんついてきましたね。一応書いたらいいとこガリさんついてきましたね。結構最近あったのかな。最近まだあったかな。ちょっとあの存在するかどうかもわからない機種を書いてしまった。いやー俺じゃあこれ間違えた気がするわ。せーの、ざん、はい、わさびさんが弥生ちゃん、ガリさんが赤どんみやびの弥生パネル。すごくいいとこガリさんついてきてましたね。マジか。はい、すごく惜しいとこをガリさんはついてきてました。何、あーじゃあビバドンか。最後そう思ったんだけど答えはこちらになります。あーごめん、あれだ、あずきちゃんだ、はい、あずき出番だ。あずきちゃんのやよいちゃんパネルでございました。バカ野郎。こんな気がしたんだよな、その何かこうパネル違い的な。あの正直出番で葉月ちゃんを書こうか迷ったけど、うん、うん、で、なんだろう、弥生ちゃんの隣にこれ右側に葉月ちゃんいるのかなと思ったのよ俺。はい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 、そう、全然このパネルは想像ついてないけど、だってさ、俺弥生ちゃんパネルがあるの知らないもん、今初めて知ったわ。うん、僕もですね、私も知りました。調べてて初めて知りました、うん、さあ、これが一応問題では最終問題になってます。はい、皆さんもご一緒に考えていただければなと思います。どうした、まもなく皆さんのもとにお届けできると思いますんで。さあ何だろう、うん、あ、なんだっけ、なんだっけ、あ、俺も分かった、なんだっけ、多分合ってるんじゃないかな。はい、な、正式名称っていうか名前が出るもんねえな。まあちょっとこれで許してもらえるかどうかだけです、僕は。ガリさんが悩んでおりますね。いや結構コメント欄でも機種の名前が出ない、コメント欄でもなかなか苦戦されてるみたいで。割れてる、俺多分ね、合ってるよ機種。ただこの名前でこれで許してもらえるかどうかだけど、多分右のこの7番ってところに、あとリプレイ図柄ですよね。竜宮物語ではない。竜宮物語ではないですね。あれはもっとピンクでしたからね。俺でも一瞬そう思ったんだよね。7がぷっくりしすぎてるから。はいはいはい、はい。ちょっとね、これ私ギブアップですね。でもピンクだったわかんないっす。あ、じゃあガリさんギブアップ。いや、右エールだいぶヒントっすよ、7番。あとはこのオレンジがヒントですよ。すね、僕多分合ってると思う。ただ、正式名称かどうかわかんない。これはわさびさん大丈夫だね。もう正式名称が頭が分かんねえんだよ。はい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 。で合ってる可能性も5割ぐらいある。あ、いいっすか僕。いただいてよろしいでしょうか。はい。タッチサービリーだっけ？まあビリーのあれノーマルだよ。はい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 。ビリーのノーマルだと思うんだけど。うん。多分ね。違うかな。ゲットザビリー？ゲットザビリーだっけ？こちらでございます。左右にビリーがこれいるんだ。います？それは見てないです。さあ今答えの方を出させていただきました。正式名称はゲットダビリーでございました。本当だね、ゲットザビリーになってる。惜しかったね、惜しかった。ただまあわざわざさすがだなと思って、ビリーはちゃんと言ってたな、うん、最初これしか書いてなかったんだけど、ちょっとこれ繰り返した人いたの？ゲットダビリー、実は結構正解者が何名かいました。すげえな、ビリー触ると何かとかなかったでしたっけ？告知すんじゃないの？違うかな？確か。何かあったような気がするんですよね、うん。それで左右にいた記憶があったんだよな。うん、さあ、ということで、
ユニバ系の激ムズクイズでございました。あ、終わったのか。これビリーが正解だとしたら2問外しか。そうです、そうです。でも面白かったです、うん、面白かったけど、うん、もっと考えたかったな。アハ体験。え、うん、だん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 画面のどこかが変わっていくんですね。ああ、そういうのなんかテレビで見たことある。はい、うん、これを当てていただくクイズ問題です。面白かったです。はい、面白かったです。ということで本日のクイズの方はこれにて終了でございます。いやー、ありがとうございます。え、作るの結構大変だったんじゃないですか。ねえ、アハ体験は別に15分ぐらいですよ、うん、20分ぐらい。アハは、はい、本日もですね、700人超えの方ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます、またありがとうございます。何かやるときは、告知させていただきますのでよろしくお願いします、うん、チャンネル登録の方もよろしくお願いします、はい、そうすると多分何時に何々やるよとか届くと思うんで、うん、そちらの方もぜひよろしければ、ね、登録お願いします。はい、はい、グッドボタンも、ね、では、はい、あ、グッドボタンも大事、グッドボタンも大事、はい、ポチッと押しといてね。ありがとうございます。はい、さあ、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また皆様遊びに来ていただければと思います。はい、それではおやすみなさい。おやすみなさい。またねー。